あれ始まってるはず。オッケー。止めてないか。止まってる？止まってない。どうだ？逃げてますか、皆さん。どうですか。来た。あ、こんにちは。お、いいですね。あっす。いや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 、こんにちは。それが一番危ない。いや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 。見えてますか。音とか大丈夫ですか。やべ。充電器だよ、充電器。こいつが残り 17% じゃん。なんかモルッコラって言われてるぞ。よし。よしって。いや、俺ツイートしたの。あ、そうなんだ。そうそう、じゃあもうさ戦略通りになってる。こんにちは。こんにちは。じゃあちょっと普通にちゃんと始めますか。はい、一応メインと見えてますか。トミーちょっと見づらいね、コメント。そうだね、まあ、うん、待って待って。はい、じゃあ始めます。 あれもこうする。ちょっと何見たくね。あ、確かに見たい。よいしょ。こう見るとちょっと斜めってるけどな。いや、注文が多いね。わかんないけど、でもこっち見るとそんなだぞ。いや、そんなんかい。うん、ちょっと、こんにちは。こんにちはめっちゃ言うじゃん。曲だ流す。ややこしい。うん、大丈夫だね。いっか。うん、日常感ということで、BGM ないです。すいません。じゃあ始めますか。はい。はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。お願いします。生配信ということで、はい、カンタが帰ってまいりました。帰ってまいりました。いや、素晴らしい。よく帰ってきたよ、ほんとに。いやいやいや、全然全然。ありがとうございます。これは素晴らしい。おー、みんなお疲れーって言って。ありがとう、ほんとに。いや、すごかったね。びっくりしたよ。どうだったの？途中でやっぱさ、こう、カンタ終えるじゃん。うん。アプリで。あー、それね。うん、止まるんだよ、カンタが。あー、もう。さ、後半。で、あれを。止まってんのも見えてんだ。動いてないっていう瞬間。うん。で、あ、とりあえず、フルマラソン走ったんですよ。あ、そうだね。今来た方もいると思うんですけど。はいはい、フルマラソン今日、9時から、9時10分スタートで。はい。はい、走ってきて。いやー、終わったーって感じ。いや、すごいぞ、これ。ようやく、なんだろう、一個、自分の中でやりたかったのが。今年、一個クリアみたいな感じだね。一個なんか良かったなーって感じがなー。うん、いや、すげーよ、ほんとに。いや、もう、で、あのね、うん、あの、動画載せますけど、うん、GoPro ちっちゃいの買って、うん、めっちゃ撮ったんですよ。うん、で、俺が言えることじゃないんだけど、まあ、うん、初心者がマラソンをして感じたこと、うん、だから動画には多分あんま出ないことちょっと言っていい、うんうん、沿道にすごいいろんなもの持ってくれてる人いんの、うんうん、コーラ持ってる人いんの。はい、コーラ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。沿道の人から俺今ハッピー来て。あ、そうそうそう。お前本当にハッピー似合いすぎだろ。いや、ちょ、待って待って、お前一人もいなかった。俺だけハッピー来てたぞ。まあまあ、で、うん、なんだろうな、そのコーラって、うん、っぽいのよ。まあ、あと炭酸だからね。うん、ただ、うん、あの有名な選手は、うん、あえてその好きなものを飲むっていうことで、あの、もう振り切るっていうパターンね。そう、もう自分のコンディションだから、気持ちの問題だからっていうやつね。うん、で、初めの方はいやいやいや、コーラ飲むわけないでしょと思ってたんですよ。うんうん、で、もう30キロの壁、本当にありました。うん。やっぱ30キロの壁だったんだ。あのね、足が太もももつるし、裏もつるし。うん。あ、裏つんのきついね。てか、俺ね、小さい頃はね、つるっていう感覚すら知らなかった。つるって何みたいな。はいはいはい。あんまならないか分かんないから。みたいなね。うん。だけどもう、マジで全部つってる状態で走るっていうのを経験した。へぇ、うん、残り5キロぐらいで。うん。だから、ほぐすと走れるようになるの。だから、呼吸器は大丈夫なの。なるほどね。だから、こう、筋肉の問題というか。そう。で、足をさ、曲げてさ、伸ばそうって思っても、うん、手で持てないの、足、上がらなすぎて。うわー、感覚がないんだもん。膝は？膝。で、ひ、だから、それは、結局、膝は、まあ、さっき見たら腫れてたけど、うん、膝をかばうためのトレーニングがしてたから、なるほどね。そっちにの筋肉はちゃんと使うようになってて、うん、単純に、まあ、筋肉の方がやられたって、普通に走る方の筋肉がやられたってことね。そう、あとなんか頭重いっていうのあるね。今いや、今はだからそうだよ。
今そうだろ、今は今寝てるよ、みんな。え、みんな寝てるよ、一緒に走ったみんな。走ったみんなはすぐ、お前がみんなって言うなよ。みんな寝てるよ。俺のみんななんだよ。んお前見てたから。いや、お前以外のみんな寝てるよ。いや違う、俺が走った仲間3万5000人はみんなの。今起きてんの俺とお前だけだよ。いや違う、お前入んな。今起きてんの俺とお前だけだぞ。いや違う違う、で、いやだから、あ、みんなって家の、うん、違う、マラソン走ってるでしょ。そう、だからお前みんなって言うなって。うん、俺らだけだぞ起きてんの今。だからなんでみんなを固くなに言う。まあでもトミーもね、来てくれてます。いや、ていうかちょっとこれさ、マジで俺これ8匹来てたのよ、だから今日。うん、やっぱカンタをまずスタートの方はきついなってことは 見えないなと思って、まあある程度こうまあなんかその人が来ちゃったりするかもしれないので、はいはいはい、で30キロ地点とか30何キロ地点、26キロ地点ぐらいいたの、うん、はいはいはい、そこだったら結構まばらになるから、うん、カンタその見つけられるんだよ。ああそうね。まず一つ問題があったのはカンタがめっちゃいる。カンタに似てる人が死ぬほどいる。本当じゃねって思ったら、こっちか、あ、こっちか、あ、違ったっていう。そうずっと、その連続で、カンタがめっちゃいるっていうのと、うん、やっぱね、カンタもさ、多分最初沿道は走ってたかもしれないけど、そう沿道側きついよね。いや、あのね、持ちで持たないというかさ。いや、実はあれ理由があって、うん、いろいろと、なんかね、応援してくれる人もいたりとか、うんうん、ってやってったら両方ってことがあるの。そうだね。で、こっち側にいるときにこっち行っちゃったりするのよ。うん、わかるよ。で、そうしたらカーブで急にこっちって、あそこカーブだったじゃん、うん、そうだね。でもやられて、うん、さすがにそれはいない。で、しかも来るとしても30キロってやつだから、ちょっとそこの沿道サービスをしなかったの、うん、うん、だから真ん中、だから沿道サービスするとやっぱきついからね、ハイタッチとかね。あー、いやいやいや、だから真ん中走るべきだと思ってたので、真ん中にいると思ったんだけど、カンタに気づいたのがもうカメラがここになった時で。あれあれも面白かったな。それはね、ぜひね、俺走って追いかけたもんな。うん、見れるでしょ。そうそんなのあって、あとはもう本当に文慶さん呼んできてほしかったけどね、俺。なんで、あ、途中でね、入れ替えスイッチでね。うん、確かにバレないしな。疲れて、いや、バレるわ。疲れてとか、チップだよ、チップ今。疲れてとか言えばなんとかなるしな。いや、本当にね、きつかった。いや、俺多分人生で7番目ぐらいにきつかった。微妙に分かんないな。微妙に分かんないな。まあ挑戦し続けてる人の7番目はまあぐらいの感じだな。いやいや、でも本当にトップクラスのきつさ。うん、俺でも7番目にきついことは分かんないけど、中学で一番怖い先生に怒られた時多分だけど、多分聞く聞く。でもね、そのハッピーの弊害があって、うん、これだからその26キロ地点の次、日比谷の方に、ややこしい。ああ、わかるよ、わかるよ。その沿道をこう、沿道から沿道はこう渡れないからさ、はい。地下鉄の中の、この通路で結構さ、せめぎ合いというか、いい場所に行けるかみたいなんだけど、でも全員俺についてきちゃうの。俺ハッピー来てるから。あ、あの人が、運営の人、あの人が、知ってたから、あの人についていけばいい。狙い通りだな。後ろに人がね、来ちゃって。おじさんだもんな。それで全然違うとこ出ちゃって。ごめんなさい。最悪だよ。すいませんって。僕は何にも知らないで来ちゃいましたって。すぐは。そんなパターンもあんだ。そう、俺についてきちゃう。なんか、止まったってコメントがある。大丈夫か？動いてるかな、でも俺ら。うん、俺ら動いてるな。ほんとにね、ありがとうね、みんな。止まってます？だからあれなんだろうな、コメントとかのあれを決める。あ、そうね、ちょっとそれもね、あ、悪いになっちゃってるよ。ね、どうやって設置するのって。コメントはなんかね、ゆっくりにするみたいなね、うん、これはね、できるはずなんだけどね。大丈夫かな、戻ってきた。治ってはいる？大丈夫って意味ね。うん、ならいいんだけど。悪いなってくるな。うん、怖いんだよ。新しい家に引っ越してきて初めてだから。そうそう、それはちょっと勘弁してほしいというか、なんか申し訳ないよね。いや、わかんないからね、何かね。わ、チャットだけ見るメニューがあるよ。めっちゃコメント読みやすいじゃん。うん、あ、動いてる動いてる動いてる、ありがとうありがとう。大丈夫そう？
ここで設定できる。そう。データを管理。こうやってね、できるようにならないといけないからな。大丈夫だからやろうか。うん、そのままやろうか。うん。わからんし。行きましょう。うん。コメントをね、あんまこう連打でね、僕ちょっと重くなっちゃったりするので。うん。まあ、若干コメントを控えていただけると。普通にこう、この配信自体にこうね、を見ていただけたらね、助かります。うん、あ、ちょっとゆっくりになったね。ありがとう。ありがとう、ありがとう。で、その分ね、ちゃんと読むからね。できればね、読んでいきたいね。ぜひ。じゃあ作りますか。いや、そうね。ちょっと、トミーが作ってくれるって言うからさ。いや、二人で作るんだよ。ん？二人で作る。どうだかあんま分かんないもん、料理。いやいや、今回はトミーが作ってくれるって。でも作ったら一品。一品。一品作った。ああ、じゃあいいじゃん。で、唐揚げは二人で作ろう。唐揚げ作ろう。行こう行こう。でも唐揚げもね、下準備はしてあるんですよ。素晴らしい。なんかこう、つけるやつにつけて、うん、この粉にをまぶして入れればいいだけだから。いいじゃん。このまままず油を温めます。いや、ちょっとさ、ん？本当に今俺、階段は怖いの。なんで？高いの。一段が普段より高く感じるってこと？俺の中でもう2メートルぐらいからジャンプしてる感じじゃん。おー、だからもう、階段が来た瞬間に2メートルからジャンプするのを20回ぐらいやんなきゃいけない、その崖に来てるみたいな感じなの。でもう、あー痛いって言いながら、だから帰りの、だって階段めっちゃゆっくり降りてたもんね。笑えないよなあれ、うん、おじいちゃんみたいな感じでしょ。全部つっちゃったから、これちゃんとねしないとね、明日死にますよ。油これ足りる？え？油ってどんくらいあんの？揚げ物の時。まあ、ある分で大丈夫でしょ、多分。ある分なんだ、家庭に。うん、あ、それ、3つって書いてあったかな。これ、これ3つ？うん、そうなんだ。メモリ。これ、メモリ3つって書いてあった。だって、必要じゃないじゃん、このメモリ。あ、ほんとはな？うん。メモリだから、それ。これ、メモリなんだ。つかみやすいとかじゃない。あ、そうなんだ。滑り止めかと思って。違う違う、それはメモリ。これをね、170度まで熱します。はい。170度どうやって分かるんですか。いや、知らん。元気さんに聞いてる。170度って言ったらちょっともったいないけど、最悪あれがあるからね。そうね、オリーブオイルもあるから。ストレッチ、なんかさ、おおばあちゃん動くよ。おばあちゃん大丈夫？おばあちゃん動くから。すいません、泣かないでね、おばあちゃん。おばあちゃん動くよ。おばあちゃん、コメント読みますか。いるんで。そんないるか。油入れすぎじゃ、多すぎ。マジ多すぎる方のミスしたの。多すぎる方のミスした俺。これでもいっぱいあげるものさあるからさ。おこれこれやった。あらす。いやいや、あらすあらすあらすじゃない。あらす。なんでだよ。おばあちゃんありがとう。おばあちゃんじゃないよ。おばあちゃん確かにいろんなものくれるけど。おばあちゃん何でもくれちゃうからな。欲しいものは全部あげちゃうっていう癖あるから。こういう絵描いた。ガスだけ漏れてた。ねえ。え？なんかつけない。ガスだけ漏れないでって言ってんじゃん。なんかつけないんだけど。つけ、つけるよ。さっきついたもん。ついてよ。かしみ。あ、一番やばいやつだ。一番やばいやつじゃない？これやばいやつ。これやばいやつだな。え、ガスある？ガスある？え、ガス変えた。新しいの変えた。おお、危な。ね、どういうシステムなんだよ。開けた？何の？なんか中の蓋みたいなやつあんのかな。こうでしょ。うん、よいしょ。唐揚げどこの騒ぎじゃないじゃん。ねえ、怖い音した。コールドスプレーの音にしか聞こえないんだよ俺も。コールドスプレーこうシュッってやった時から、ね、ちょっと唐揚げどこじゃんと騒ぎじゃない。一旦やめや。やめんなよ。配信止める。配信止めんな。みんな見に来て。換気して。換気 してるよね。エアコンかかってるもん。いや、エアコン換気ってんの。これ、これでいいよね。ねえねえ、ガッキーこれ、ハマってるよね。これ完全に完成してる。完成してるな。火ついてるもん。火ついてるんだよ。いくよ。おへつくじゃねえか。なんで、なんでそれ。それはお前のさじ加減。お前のさじ加減。ほら、さっき同じことやってたんだから。いけんな。いいじゃん。じゃあちょっと待ちましょう。待ちます。待ちましょう、待ちましょう。ガスが。コメントもコメントね。で、この間にちょっと紹介していい一品。あ、メダルアップにして。大丈夫。ちょっと動くか。
ばあちゃんメダル見せますよ、今からこれこうやってもらえんだよね、うん、嬉しいよね。お、油多い。油の話する何作ってんの。唐揚げです。で、その間にちょっとさ、動けない。おばあちゃん、座ってていいから、全部動くから。いや、立ってる。いい、おばあちゃん座ってればいいから。大丈夫、俺が動くから。おばあちゃんいい、座ってれば。あれは渡そうか。おばあちゃんいいよ、後でやるから。おばあちゃん、あれお前のために。いい、オロナミン C。 オロナミン C いいか。オロナミン C って言うし、おばあちゃん。オロナミン C オロナミン C って言っちゃうしいいっすか。いいってじゃないんだよ。いいってって言ってんじゃん。本当に辛っ。見て、みんなありがとうね、ほんと。これがルッコラだそうですよ。いや、ルッコラかい。ルッコラのサラダ。え、上に乗ってるこれがルッコラ。稀だね。稀だぞ。俺調べたんだよ、ルッコラ。うん、でルッコラの画像を載せたかったな、動画の時、うん、でも著作権ルッコラあるな。あー、ルッコラも著作権厳しそうだな、うん、これがルッコラです。サザエさんと同じぐらい厳しい。これがルッコラです。でもルッコラ食ってみね。ルッコラだけで、ね、ルッコラだけ。お、オンリールッコラで食ってみね。ルッコラだけ危ないって。ルッコラ、うん、いや、ルッコラ嫌いそうだもんね。でこれサラダだから全部野菜だよ。シーザーサラダにして。いや、ギリちょっと肉入ってるから。うわ、あとごまドレッシングかければ全部全部いけるから。やだあとね、じゃあ、あ、それやってる間に、うん、マラソン豆知識。お、前日カルボナーラがいい。ほんとに。それはもうカーボトレーニングっていうのである。カーボトレーニングっていうんだ。そうそうそう、タンパク質じゃなくて、うん、もうカルボナーラ。いや、炭水化物あ、まあでもテニスの選手とかそうやって言うよね。でしょ、最後炭水化物。テニスの選手何で、例えんの。テニスの選手は何の特…何も特化してないんだ、あれ多分。いやいやすげえちょうどいいスポーツだからいや違う、めっちゃきついじゃん。いやいや、ね、マラソンとかさ、いやバスケとかじゃん。いや、関係ない。テニスの選手は最後、パスト。いや、錦織圭がいるからななんでいるからダメだみたいになってんのじゃあルッコラ食べてみていい。はい。うわ、野菜がすごいな。いや絶対嫌だわ。野菜がすごい。俺だってさあ、これも明日の動画多分なってるけど、これ野菜がすごいわ、ルッコラ。いや無理無理、ルッコラ野菜だね。拒否いや、ルッコラ拒否すんの。給食ってとこがあるの走ってて、うん、あれプチトマトなの。うわ、俺、初めさ、あの、ブドウだと思って取っちゃって。赤いブドウある。え、で、遠くから見てるから。ああ、なるほどね。で、もうみんな並んでて、どうしたの。いや、でもさ、もうさ、もうあれって、もう、無理だし、その、なんだろう、もう、見てる人もすごいいるから、うん、おい、みたいになるじゃん。捨てたの。食いましたよ。うわー、嫌いじゃん、トマト。いや、だから、畜生普通になんで畜生って言うんだよ。いやいやいや、小梅太夫も言うでしょ。いや、小梅太夫とお前だけだよ、今。いやいや、俺が走ったみんなは言わないぞ。俺だけだし、なんも食っていい。まあいいよ、ちょっと、俺もちょっと、そんな言われたらルッコラだけちょっと。これどれ、これだよね。うん、この辺素材ルッコラ。ルッコラどう。ああ、全部うめえかもしんねえ、今。ああ、今じゃあいいじゃん、めっちゃ野菜食えばいいじゃん。もういいだろ。いやそんな食ってんの。いや今日に向けて、うん、結構野菜食べてたんですよ実は。ああそうだね、野菜を意識してる感じしたね。それで今日これって。いやでもこれ美味しいぞ。だからごまドレッシングの味になるから結局。いやごまドレッシングがいい、ごまドレッシングだったね。俺ねもう最近気づいた、うん、もう野菜でお腹いっぱいなんで嫌だけど、ごまドレッシングの味にしちゃえばいいんだ。ごまドレッシング。それさ、なんか違ってない？ごまドレッシングだと思って食ってるよ、俺。ごまドレッシングめっちゃ食べてないっすね。ごまドレッシングめっちゃカロリー高いんだぞ。最悪な意味ないものじゃん。結局。結局意味ない。野菜にかけるカロリー適してはないんだ。そう。結局カロリーだから。こら。え、やりすぎ？ん？ 190度までいくの ?170 度って書いてあったよ。170度までいくの。知らない。だって普通に考えてみん？お風呂これで沸かすってなった時170度いかなきゃね。だそれは水じゃん、油じゃん。油だとしても
こいつ、こいつ、あ、でも火はめっちゃ強いからな。火はすげえんだったわ。火はすげえぞ。実験で何度も知ってるわ。伝承先生の、伝承先生の面白かったね。やばいよな。ごめんね、なんか今日普通に話してるわ、メインチャンネルで。やばいぞ、怒られる、怒られるぞ、これ。いいんだよ今日はな、うん、で、今日マラソン頑張った人いるから。そうそうそう、俺めっちゃ食おう。やっぱさ、なんかさね、かしこまってやるよりね、うん、こういうなんかたまにはいいよね、気にするね。いや、おいしい。いや、伝次郎先生の話負けちゃうな、サラダに。ごまドレッシングだ。いやいや、ごまドレッシング。いや、そうだね。いや、だから伝次郎先生の話の方がみんな聞きたいんだ。なんだ、話していい。めちゃくちゃ楽しかったね。あのさ、うん、心霊現象信じますかみたいな、うんうん、ずっと聞こうって話してたんだよね。あ、それはしてたね。あれだけは聞こうって言って、ね、もうあれもできたし、うん、まあなんといってもオランダの涙だよね。あれすごかったね。あのさ、伝次郎先生がさ、ミスってさ、自爆したところめっちゃ面白かった。あれみんな、あれ動画見返したら分かると思うけど、俺何にも喋ってないんだよ、やばいって思って、うん、あれ実はもっと前振りが長くて、うん、もう伝次郎先生とトミーで、うん、俺に対するそのプレッシャーすごかったよね、うん、これ多分、うん、指もう折れるぐらいじゃないみたいな。ね、俺が「いや大丈夫です」みたいな、10本あるんで指、うん、っていうくだりがあったの実は、うん、であまりに長くなっちゃってて、そうそうそう、うん、もう準備してる間ずっと俺の精神をグリグリやられてたの、うんうんうん、でいやこれはもうやってる人いないでしょうみたいな、うん、ねえ、で編集に使うって大丈夫みたいな、やばいやばいみたいになってて、うん、パチッ行ってっつっていや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 俺、すら言ってなかったもん。俺だけ「先生!」って俺が言ってる。お前はふざけてたから、うん、そのどっちのポジションにもいけるじゃん、ね、俺は自分がされるって思ってるから、うん、あのねものを俺やるんだと思って次、うん、で結構あのあとさ、うん、俺やったじゃん。何だ、結局指でパンってやったじゃん、うん、あれもごねたじゃん。ごねたね。カンタ長い、ごねが、5年が長い、ずーっと嫌です嫌ですって。いやいやいや、逃げらんねえんだから、もうやんなきゃ。でも、うん、あの伝次郎先生、これも多分カットして、でもう終わる流れだったんで、ね、今日はありがとうございました、うんうん、みたいな時に、え、頭おかしいの、あれでは、うん、出ました。俺らじゃない、母さん、母さんじゃん。しかも母さんの生配信頑張ってさっき言われてた。分かってないんだ、生配信の意味。母さん、カンタの母さん、そういうとこだった。うちの母さんだって、うん、結構心配してくれててね、あの、頑張れよって、うん、で、絶対あのその体調悪くなったりとかしないで、うん、今日その、無理しないんだよ。あ、そうだね。で、ゴールしたらちゃんと歩いてねって、その急に止まんないでね、うん、そのゴールした後の話だその心配、うん、あとそのもう知識あるから、それは多分、うん、その知識はあるからいや、カンタの数ちょっと面白いね。いや変だよ、めちゃくちゃ、うん、いやめちゃくちゃが、もう電話する母さんと、うん、やめてくださいって。いや、さすがに出るのはやめよう。なんで、うん、めっちゃ唐揚げの油がどうちゃらって言ってる、母さんが、母さんが、母さんが、うん、いやだからそれなしだから、母さんめっちゃ言うじゃん。ちょっと母さんすいません、えちょっとお母さん聞いて、ちょっと電話していいっすか、電話して、唐揚げの油どうすればいい、もうやばいですか。いや、え何してんの、見て連絡してくれてるってこと。でもズルだけどね、お母さんだけいやもうお母さんだけコメントして、親だから電話かけちゃいけない、出ねえしえ切るんかいポイってやったのかな、もう、まあ、じゃあもう出ないならいいやって、チリだねって怒っちゃったかもしれない、え怒っちゃったのかな、お母さん、唐揚げ熱い、唐揚げ熱い、何唐揚げ怖いみたいな、唐揚げ熱い、唐揚げまだできてないけど、どういうこと、食ってんじゃない唐揚げ、いやそこまで変じゃない、だから何かしらのメッセージを俺らに伝えようとしてくれてるそうだね、ちょっとじゃあもう入れていいよってことかな、うん、あ、170度じゃやりすぎだってことだ、あ、そういうことか、どうすか、いや電話かいやもう出ない、出ますね、出な出な、すいません、もしもし、もしもし、切るんかい
いや、ちょっと。なんなん、どういうこと、なんなん、俺が切っちゃったもんな。いや、切ってなかった今。だよね、出てたよね、俺。切ってなかった今。だってこっから見えつく画面が。いや、応答ないんかい。まあ、ねえ、ちょっと。まあいいよ。7000人をさ、報道しないで。7000人の前でお前のお母さんが電話かけて暴走するって。めっちゃ恥ずかしいんだけど。心配してくれてるのはわかんだけどさ。もう当てい。いや、違う、だから焦ってんのか知んないけども、だから5字がすごくて、もう5文字の1文字の5字もわかんない。もう当ていって言っちゃう。もう当ていって何？もう熱い、油、やばい。あ、なるほどね、止めよう。いや、うちの母さんと料理してるみたいな。え、カンタの母さんは参加可能なの？ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと入れよう。こういうね、ちょっと変わったお母さんですよ。あんまり出ないんですけどね。楽しそうだよね、簡単に言えばね、すごい。いや、ありがたい。簡単ってさ、箸どこだった？あ、そこ持ってるね。行こうぜ、じゃあこれ。はい。なんかわかんないけど、これにつけてあげちゃえばいいらしいよ。本当に言ってる？救急車来たよ今。最悪の場合を考えて。やばいじゃん。行きますか。行っていい？行きましょう。手は悪けど。これさ、この時つけてなくていいの？弱火にしとく？母さん。いや、わかんないけど、ちょっと。ちょ、どうしよう。何どうします？それ何、誰聞いてんの？お母さん聞いてんの？いや、うちの母さんに。どうしますって。で、入れていい？この、つけてあるお肉を、はい。まぶして。まぶして。ジュラーってなるのかな？絶対ハッピーじゃ無理。マジで。いや、なんでハッピーなの俺、なんか。え、待って待って、なんで急にやんの？マジで。電話待ってくんじゃん。あー、ねえ、俺みんなの前で怒られんだって。温泉が湧いたみたいになってるぞ。どんどん行こう、どんどん行こう。ねえ。何？お前はいいよ。俺の親かんの？私の母さんには怒んないから。俺、自分の息子にだけ厳しいタイプなんだ。あなたが悪いって言われるタイプなんだ。そうな。富永君と遊ぶからこそになるってな。ねえ、あっち、熱いよ。おぉ、大丈夫かな。スターさんなんて言ってる？早く肉入れてって。あ、じゃあちゃんと合ってる合ってる。ねえ、コメントを読みたいんだよ。あっちぇ、めっちゃ熱いんだけど。油の火止めちゃダメ。油の火はついてます。カンタも入れな。お母さん見てんだから、晴れ飲みたい。待って、お母さん見ればちゃんと手洗ってるよ。俺さっき、俺さっきちゃんと手洗ってる。俺パソコンいじってる。ああ、そうっすか。どんどん行きますよ、じゃあ。パソコンいじったでしょって。パソコン洗ってないでしょって。ああ、ねえ、サブちゃんじゃねえんだよ。おい、椅子まで敵かよ。椅子行ったってやった時服触ったからもう一回手洗ってねえ、ちゃんとやれって。ねえ、いつまでこれさ、いつ取ればいいの、これ肉。分からない、聞くな。ねえ、すいません、あの、いつ取ればいいですか。いつ取ればいい。コメント欄に聞いて、ちゃんと。いつこれ肉取ればいいですか。いや、今後電話してくるようになっちゃった。いきますよ。うん。おい、ちょっと大丈夫。なんかこれなんか、おい、お前それはふざけ。痛い。ねえ、お前それはふざけすぎ。カメラのコード直そう。ねえ、痛い、下のもの閉じ。マジで見えないとこで殺すな。ソファーででんぐり返しそうになった。見て、今のシーン映ってるわ。え、俺のシーン。うん、俺の、あぶれ、あぶれ。俺のこの後だよ、この後俺が倒れて。うん、そう、いや、お前がそっち倒れるんじゃなくて投げ、え、これもういけんじゃね。殴れるシーン危ない。いや、ちょっと倒れそうになってる。いや、もうね、下のもの取れない。うん、今日勘弁して。焦げちゃってない。はい。あ、はいじゃないよ。おお、なんということでしょう。なに、お前ビフォーアフターやってんの。ビフォーアフターだろ、だってどう考えても。どれがいけてんの今。お、これいいんじゃない。どれがいいか。いやいや、汗で肉コロコロ回して。だから指示が独特なんだよ。肉コロコロ回してますよ今。でもね、うちの母さん頭いいんですよ。それがよくわかんない。そうだね、最近聞いた。これさ、二度揚げっての知ってる？こうやって2回できる。知ってるって、うちの母さん持ってるよ。
言い訳しないけどな。ありがとうね。ビフォーアフター15分クッキングシート用意して。ねえねえねえ、なんでないの。ちゃんと料理するやつがいねえから。みんなやったらやりっぱなしだから不必要だからな。ティッシュさえあるから。ティッシュのとかトイレットペーパーだった俺らの家原始的だな。俺らで、こんなもんでいいかな、簡単。いいじゃん。いいよね、別にね、なんか俺らがよくやればいいからね。てか、まあ絶対うまいからな、こういう場合。うん、本当に今まで生配信中に作った料理まずかったことないもんな。一回もない。企画想像よりめちゃくちゃうまい。企画のやつもちゃんと美味しいもんね。あ、それも絶対そうだし、失敗することはたまにあるよな。うん、普通に家で作っても、もういけんの。いけてるって書いてある。いけてるって言ってる。あ、もういけてんの。キッチングペーパー。キッチングペーパーキッチングペーパーって何。キッチンペーパーってことだよ。なんでお前怒んだよ、おばあちゃんじゃん。いや、おばあちゃんもそういう怒り方。いや、親が見てるっていう感じでやりづらい。これちょっと熱くてさ、あれだからさ、ちょっと第二陣行こうぜ。なんか知んないけど、あなたが悪い。なんかのプレイに対して俺だから、あれだよ、まあ、投げ入れたのが良くなかったもん。いや、いちいち限定されてくの俺。うん、グリフィンドールマイナスな。ちょっと携帯見なくなっていいっすか。もう自由な発想のために。あとなんかさ、生配信中に電話してくれるのありがたいね。いや、めっちゃありがたい。盛り上がり的にも。いやいや、だから奇跡的な YouTuber のだよねこれ。まあ確かにな。だってね、俺一回も動画出たことないからね。カンタの親と俺電話したことしかないからね。いや、電話めっちゃすんのかいっていうね。電話出演はやっぱ俺の前でもするからね。カンタ俺のおじいちゃんとおばあちゃんしか会ったことないもんね。そうだね。でもね、仲良くさせていただいてるからね。投げたらダメ、お前が悪い。いや、俺めっちゃ言われんじゃん。てか、マラソン頑張ったの怒られるのめっちゃ欲しいね。いや、マラソンに疲れてたら唐揚げぐらい。な、唐揚げ投げてないんだよ今日。そんなに走ってんの。誰も投げてねえよ。てか、なんか僕笑点寝れたらしいっすよ。あー、ね、らしいね。師匠が、うん、お前に辛そうにしてて、うん、俺がその時まだ元気だから。抜き去ったんだ。うん、なんか映ったら嫌だなって思って、うん、通ってた。あー、なんでこの横をこうやってパッ、恥ずかしいなって思って。ちょっと通ったらしい。俺マジで祭りの人みたいじゃない、唐揚げやってる。今もうそうだね、完全に。コメントちょっと読みますか。うん、読みましょう。はい、おいしそう。音が美味しそう。美味しそう。危ない。うん、サイコパス。もう一個投げ入れる。もう一個投げ入れてみ。いや、時間差がすごい、時差が。で、そいつだけ後からやればいいじゃん。え、マジで親見てんのやだな。だってさ、お笑い的にはさ、もう一回投げた方がいいじゃん。うん、俺、本当に怒られると思う。家庭的には投げない方がいいよな。だって、注意したろってやつを。おバカ。バカちってやりすぎなの。いやいやいや、だってさ、もうちょぼんってやったじゃん、もう完全に。いや、コード毎回危ないからな、これやったって俺が。俺の母さん見てるから大丈夫だけど。ねえ、俺の母さん見てないからコード毎回毎回やってる。じゃあおばあちゃんのくだりとかももう見てたってこと。めっちゃ恥ずかしいじゃん。そうだよ、全部恥ずかしいわ。あと俺ふざけてさ、下に直撃インタビューってやってんだけど、もう別にインタビューじゃない。あともう何のインタビュー。お母さんからインタビュー来てたし。もしかしたらそれだけやばいやついるんだけど、普通になんかさ、うん、なんかその事象があったから友達からもアドバイスくれる。ああ僕もですね。いや来るんかい。いや普通に LINE が来てた。なんだこうだよって。ああ、なるね。いやそれはだからね、おかしいことになっちゃうよって言ったら、いらねえな、捨てろよそれ。いやお前これ捨てた時でもあげたいな、これプレゼント来たんですよ、ここで。ああ、面白いな。いや、おかしいよ。いメダルから揚げにすんの絶対違う。俺マジ頑張ったもん。メダルから揚げにしてみたって動画を心配してるお母さんの前でやれ。はい、投げてるしな。投げて入れろ。いや、それはできない。さすがにこれはもう一生の宝にするから。みんな見たいですか。
やめろその質問悪やめろ。え、カズちゃんと画面に映りなって。え、映ってないの？うん。あ、もうなんかさ、視力落ちちゃって。バーソン走ったら、走ったら俺パソコンの上に今サラダ浮いてるわ。ねえ、何？逆ならまだしも。なんでサラダ大切にしねえの？頑張れ。じゃあごめんなさい、僕なんかもう本当に立ってんのってきつくて座っちゃってますね。え、ご飯食べる？白いご飯。いや、やっぱ唐揚げとなると食いたいね。え、これここ頼んでいい？炊いてくれた。あいつ炊いてばっかりだからな。あいつ炊いてすぐどっか行った。8連勤ですって言ってそう。いやいや、異常だな。はい、これですね。なんか美味しそうじゃない？こんな感じ。あれ？あれ止まっちゃった？大丈夫？良好。オッケー。ごめんね、なんかこんなねえ複雑な配信して。すいません、めちゃくちゃシンプルでした。何それ。いやいや、なんか空を切っちゃったから。すぐ謝る。火通ってる。白くね。やっぱ白かったよな今の。見せたやつ絶対白いよな。なんか白いのはもうちょいってことか。俺でも今ちょっとでも悪いもん食ったら絶対お腹壊すな。あとトイレが20分ぐらい待ってんの。あー、なるほどね。あれ、おおおマンズ最高だな。マンズが炊いた米でも いつもちょっと硬いです。なんであいつ硬いの好みなの。硬いの好みですあいつ。なんだそれ。いや、多分そうだと思ったっていつもちょっと硬い。え、いいけどなんでだから卵かけご飯にしてる俺いつも。マンズが炊いたら柔らかくしようと思って。あー、もう分かったわ。じゃあなんとなく。うん、いやだからそういうことね。マンズが炊いたなって思えばいいんだね。そう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 。俺なんかさ、料理の賞を取ったみたいな感じしてね。確かに今から賞取ったもんね。そうっすね、ありがとうね、今日たくさん見てくれてね。応援もね、めっちゃね、助かった。唐揚げって180度ね。180度じゃねっていう、そのうちの親に対するコメントまで来てる。おい、それやめて、マジで。おい、なんだよ。エビ入れんなよ。まあエビでも油で大丈夫かな。俺は逆やればいいかこれ。いや、油エキスって言うじゃん。油エキスは大丈夫、油だから。ああ最悪だ。エビエキス。エビエキス出なきゃ大丈夫。いやマジでダメなんだって。大丈夫、じゃあエビ食えば。お前じゃあエビ食えば。100万円払うことだよ。100万円払ってエビ食えばいいじゃん。食わないよ。高すぎるだろ。100万のエビ、うん、100万のエビっていうタイトルでできるぞ。だ普通のエビなんだよ。なあ、200円ぐらいだな。100万のエビじゃない。うわ、やられたわ。え、俺それ食う。てかもういい？食います。いいっす。もうなんか白いのはなんか塩唐揚げだからじゃない。いや、やられた。久々にエビ見たわ。でもいけんだよね、多分。おう、カラッと上がんない気がしない、こんな。なんか、いや、なんかね、それ多分そういうやつ。そうそう、これ塩唐揚げだもん、だって題名が。でしょ、タイトルが、タイトル、タイトルが塩唐揚げ。 YouTube の感じになっちゃったね。こちら、トミーが作ってくれました。一緒に作ったんです。これですね、こちら。腕も疲れたよ。本当にありがとう。エビまだじゃね。エビはまだ。エビもっと火強くっていう意味あるよ。かなり強い。火力足りない。火力足りない。これがマックスだ。うん、はい。レモンとタルタルソースがあるんで。最高じゃん。逆で出しちゃったな。いやもう、そんなん大丈夫。もう、手がやばい。ねえ、手ちゃんとして。手ちゃんとできないんだよ。できねえんだ。あ、
明日目覚ましじゃんけんです。ああそうだ、明日目覚ましじゃんけん僕ら出ますよ。ありがとうございます。すごくない？いつも見てる番組に出るって。おかしいよね。皆さんのね、本当に反省しかない、反省しかない。反省？自分の皿でやって。え？自分の皿でやって、好みの。いや、そういう話はさ、先言ってもらわないと。いや、じゃあその皿、ガラ空きじゃん。いや、ガラ空きみたいだから、多分バレないでしょ。これが、うん、みんな、ガラ空きあんなって。お前が言わなかったら別に唐揚げだなって僕だよ。お前がわざと立たすってそうやってやるから。俺拾い上げたからな。うん、ありがとうな、ほんとに。いや、腰も痛いんかい。立ってるみたいじゃん。いや、目開けんのもつらいの。あ、そうなんだ。どうなったらいけんの。それはさすがにないか。え開けてで、つぶる方がなまだきつかったやつか。いや、ほんとに目覚ましじゃんけん明日、もしよかったらね、見てください。いただきます。あ、いただきましょう。白飯じゃん。あ、スイカ行くのね。うん、いや、これと一緒に食うからね。美味しそう。タルタルソースと言って食べよう。いただきます。おいしい。うまっ。めちゃめちゃうまくない？え、なんか作ったんじゃない？いや、なんかやめたい。おいしい。え、なにこれ。なんかさ、中の油がすごい入ってない？うん。普通に成功したわ、多分。いや、成功以上だよ。うん。発見かもしれないしな。え、なんで？知らない。うまくね、普通につけといたよ、あれ、タレに。いや、それか。もともとだから味はついてんだよね。でもなんか中にさ、すげえじゅわーって感じがすごい。そう、美味しそうじゃない。うーん。ふんって、いや、唐揚げ美味しい。目覚ましじゃんけん何出すか予想してほしいな、みんなに。あ、確かに、みんな予想して。マジで、あれだよね。うん、勝ちにいってるかな。うん、いや、エビ大丈夫って。エビ食えないからさ。いや、食えるんだよ。200万円取られるんだよ。サブちゃんのあれで。100万ってすごいね。今？ん？今？ 100 万ってやっぱすごい。もう実際だからさ、うん、食わされる可能性あるからね、寝てる間に。まあまあね、俺らからしたら食ってくれた方が100万円取る。狙われてんのと一緒だよ。だからな、懸賞金だよ、俺捕まえたらみたいな。勝手に簡単 に混ぜ込んでエビ食わせた感じだもん。そう、だから本当はマラソンとか出ちゃいけないんだよ、そういう公の場に。うん、うん、投げ込まれたらもう終わりだから、ね、口の中になガッて開けて、うん、エビこうやって入れられたら、腕グッってやられて、うん、エビ染みにされてな。うん、エビにされても。エビにされんのかい。そのあとね、最後100万どころじゃねえじゃん。で、海で泳ぐ。最後。あ、そうなんだ。100万とかじゃねえじゃん。100万とかじゃなくてエビじゃん。お前エビじゃん、最後。最後どういう関係か分かんないけどな。海に簡単にいんだ、最後。海に帰ってくんだ。うん、ちゃんと俺の顔してるけどな、よく見たら。よく見たら誰も見ねえしな。捕まってまた食われるしな。やめてよ、本当に。おいしい。なんだろう、せっかくならさ、うん、最近なんか動画についてとかなんか気になることとかあったらさ。ああ、そうだね。この家に来てあれだね、んもうダントツでドッキリしやすくなったね。マジ怖いんだけど。だってさ、カメラがずっとどっかに立ってるじゃん。で、その別にその、いや、これ、うん、撮影風景をこの部屋だったらこことそこと、そうそうそう、で階段のところにも置いてあるし、ね、しかも俺が置きっぱにしてんだよね。そう、まあ、あとサブちゃんのカメラもあるし、で、上の撮影カメラがね、意外と多いですよ、最近。ロープロも買ったしね。そうだから、うん、で、あのうまっ、 iPhone7 がさ、何人かいるからさ、うん、iPhone7 で撮った動画って全然そのまま出せるからね。超環境としてはドッキリしやすいよね。ただ下手だけど、ずっとあなたは
あと隠れれるっていう良さあるよね。うん、ヘタ馬なんだけどな。ん？なんでヘタ馬って？ヘタなんだけど、うん、わざとヘタに見せてる。なるほど。もうでもそれいいの。ヘタ馬多すぎだよ。いや、一回もちゃんとしてない。もう予告するわ。何？すげえの考えてるから。あ、そうなの。次、うん、やべえ。いやもうね、憎しみが一番怖いやっぱ人間って。おお、やられたから。うん。もうキイチと、うん、あれだろってもう。いやキイチじゃん、キイチいたんじゃん、もう分かるじゃん。キイチすぐバレる、あいつ下手だから人間。いやいや、キイチはでもやっぱ、マンスマンスのバトル知らなかったんだよ、昨日の動画の。あいつうまいよな。うまい、あいつびっくりした。俺は最初にこうこうこういうドッキリだからって言って、うん、ああそうだね。でマンズもちょっと面白くて、じゃあそこルッコラにしましょうとか言ってふざけてたな、うん、まさかカンタとマンスだけになる瞬間があると思ってなかったから、いや大丈夫かなって。あれはだから予想外の流しっぱみたいな。そう。いやよく耐えたなと思って。編集データがさ、うん、もうめちゃくちゃ多いわけよ。そうだね。その、うん、何時間もかかる、2、3時間分あって、うん、しかも俺が携わってたら、うん、大体どこで誰が何言ったとかでいいんだけど、うん、全く知らない動画を3時間見て、うん、どこが面白いかを選別しなきゃいけないっていう作業がやっぱり大変だった、うんうん、流しっぱにしてるしね、カンタが降りてくるのいつかとか分かるもんね。そうそうそう。あれな、でもなんか最近ね、これドッキリかっていうことあったんだよね、うん、忘れちゃったんだけど。なんだよ、なんだっけな、もう今潰してえな、ドッキリは。うん、全然2連続ありえるからね、俺も。いやだからなんかあったんだよ。なんなら2連続だからね、あんたの。なんだっけな、さすがにおかしくねっていうことあったんだよな。あ、なんか、あ、これ、わかんないけど、うん、うわ、言うじゃん言うじゃん。いや、知らないけど、うん、マジ？うん、ない。マンスがめちゃくちゃやる、これから頑張りますみたいな、そのいろいろなことに対して、うん、結構落ち込んだりとかさ、うん、そのなんか頑張ろうみたいな、うんうん、って言ってて、部屋開けた時寝てた。止まったって。寝てたっていうの。知らない。あ、めっちゃ下で頑張りますって言って、うん、部屋開けたらめっちゃ寝てたっていう。それはあいつのあのしょうもないとか。あいつそうだ、マンスで基本しょうもないから。あれは違うんだ。うん、1週間に3回ぐらい俺に「お前しょうもないよ」って言われてるから。いやいや、俺大好きだけどね。いや、あんな感じ面白いよね。うん、すげえいいやつだしな。面白いし。面白いよ。ちょっとお姉だし、間違いなくお姉みたいな。お姉言うな。お姉みたいな喋り方。お姉って絶対言うな。あるか、ピンクだったお姉って。男だから。あ、男なんだ。あいつの字幕俺ピンクしてくるな。いや、悪やるな。あ、吉尾髪黒くなってないよ、そこにいるけど。うん、そこにいるっていうのもまた違うけどな。まあでも今日は50分ぐらいでおしまいかな。うん、もうすぐだね。今日動画あげますよ。もちろんですよ。メインでサブちゃんも上がりますよ。うん、だからなんかで、この配信はアーカイブは残らないです、メインチャンネルに。そうだね。ただなんか一個案としてあるのはサブちゃんに載せようかみたいな。これサブちゃんに載せようよ。何がなのか分かんないけど、うん、この配信をサブちゃんに載せるんで、載せ直すっていうパターン、うん、で、あとね、今んとこちゃんと毎週やってるよね。何が？あ、今回はこれになってるけど、そのサブちゃん毎月メインチャンネルで生配信してて、うん、でやってない週とか、まあそう分かんないけど、うん、まあ時間あったら生配信しようっていうのがあるから、うん、サブちゃんね、うん、サブちゃんもしなんか今日ね生配信いいなってって思ってもらえたら、うん、通知来るようにしとかないと、そのそうだね、なんだろう、もう生配信してるっていうのが、うん、結構唐突にあったりするから。そうだね、今日とかは言ってたけどね、うん、意外とぜひ、ね、サブチャンネル最近、うん、結構ヘビーの載せてるから。そうだね、ぜひ。本当に撮りやすくなったね、動画は。いいね、人間になって。まあヘビーっていうより普通に軽いんだけどね。まあだからいつものやつを載せるけど、やっぱ何、面白いじゃん。ああ、まあ、だからね、クレイジーだから全員いると、うん、
吸ってる感もおかしいけど、カメラ回ってないと思って喋ってて、今もそうか。そうだね。お前生配信っていう考え方もなかったし。うん。唐揚げ美味しい。うまい。じゃあ最後ちょっとだけ読みますか。読もう。たくさん。ヘビー。東京マラソンお疲れ様でした。ありがとうございます。本当に。マジで明日ちゃんと言うけど。犬と見てる。犬連れてる人とかいて結構嬉しかったんだけど、なんで。いや和むんだやっぱ。ああいい、ね。だからめっちゃきつかったから、うん、うわこんだけ、うん、なんだろう、助けられるんだなっていうのを感じたんだよね、うん、そのみんなの応援がね。正直さ、うん、なんか応援なんてさ結局何もしてないでしょみたいな。応援があったところで別に球が速くなるわけでもないし、うんうん、急に野球、そうそう、スリーベースヒット打てるわけでもないし、マラソンにしてほしいんだけど今。俺例え全部野球なんだよね。野球知らないくせに。うん、学べ。知ってるでしょ俺例え野球、うん、野球全部例えだけど、うん、俺がじゃあって言って野球の例え乗ると、うん、あ、それわかんないな、うん、だって詳しいルール知らないの。じゃあやめて。やったことないから野球で例えてくれ。スリーベースヒットになるとか、うん、ヒット打ってそのベースにそのまま球が当たってアウトになっちゃうとか、うん、ね、そういう。何それ。え、そんなルールないよ。ないのあれ。ない。それは違うの。弾当たっても別にそのままだタッチアウトみたいな。ないないない。まあそこはちょっとね知らないですけど僕は、うん、野球のルール知らないんで、うん、イメージ、うん、まあでもなんか本当に、うん、ツイッターで頑張ってくださいとか、うん、今までも夜走りますとかさ、うん、たまにつぶやいてて、うん、頑張ってくださいって言われたら、うん、やるしかないなっていう気持ちになるし。そうだね。今日もやっぱたくさんの人がね、そのツイッターとか見てくれてたりとかして応援してくれてるの知ってたからマジで諦めれないっていうか。もう俺応援行ったけどやっぱ応援多かったね、やっぱね、皆さん本当にね、やっぱ応援が多いところみんなスピード上がるし乱されてね。いやめちゃくちゃやっぱ頑張ろうって思う。いやまあそうだけど人いないとこでちょっとペース落とす。いやだから乱されてね。いいのそれは。俺は知らないけど、でも本当だったら多分なんだ、くじけそうになった時とかも、うん、なんか誰かのためにとかで、うん、やっぱできるんだなっていうのを感じたね。いや間違いない。いやあとやっぱ走り切る凄さでしょ。いや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 、もう嘘みたいな話だもんね。いや42点俺ね、いや195キロいるって。いや40キロでいいじゃん。2もいらなくねって、うん、40キロでいいもん。うん、であと30キロ超えたあたりの1キロ絶対長くなってるわっていう。おかしいだろ。おかしいだろ。あとは一回嘘ついていいよって思う。何？32キロのところを31ってやって、うん、後で楽に、はい楽だよってやっていいよ。序盤に稼いどいて後半楽にしてくれてもいいよ。看板もう真実しか語らない感じ、うん、26とね、おいってなるから、うん、じゃなくて、残りなんとかだよとか。あ、俺さ、すごい気になったのがさ、マスクつけてる、いろんなのかぶってる人ってな、うん、口と鼻を止めるのは大丈夫なのっていう。いや、わかんないね、もう。でも、すごいよね、あの人たち。超、でも、なんか、すごくない？ここ押さえちゃうって。多分、マジですごい人なんだと思う。うん。選手だったとかだと思う。まあ、1位だった人も、曲聴きながらそのまま帰ってたもんね、速攻で。そこも早いんだ。もうだって俺日比山駅ですれ違ったぐらいだもん。へえー、ほよっ電車かい。いやその何人か走って帰んないんかい。何人かが追いかけてあーみたいな。うーん、帰ってたったったった。その人と動画撮りそうになったって。なんでだよ。はいっつって。はい、じゃあこんなもんにしますか。はい。すいませんね、今日反対。お疲れ様でした。じゃあ、いやいやいや、でちょっとメインチャンネル若干遅れちゃうかもしれないですけど。そうだね。あともうちょいだけちょっと編集し直したくて、うん、でそっから2時間後ぐらいにサブちゃんが上がりますけど。はいはい、ぜひね。もう最近やっぱね楽しいしね、そのなんだろう、見てくれる人がさ、うん、すごい意見、うん、見たりとかしてさ。そうだね。喜んでくれたりするの嬉しいから。もうね、いやサブちゃんの話になっちゃうけど、サブちゃんもコメントが めっちゃ多いから最近。そう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 、読んでてね嬉しいよね、やっぱり。やっぱコメントが最近増えてきて、うん、グッドもすごい多いし、
なんかコメントも増えてすごい楽しいですね。で、この人ちゃんと見てくれてるなっていうのとかさ、わかるじゃん。わかるわかるわかる。だからもう本当にだそういう意味でもなんかいろいろ支えられてるからできてるかなと思って。いやまたね、来月もメインで、まあこういう緩いさ、うん、その生配信になっちゃうかもしれないけど、やるし、来週も再来週もね、サブチャンネルで、うん、生配信したいので、ぜひね、生配信の方もお願いします。よろしくお願いします。これはいつの理想？来週中とか、再来週もういつでもいいんじゃない？じゃこれもサブチャンネルに載るので、ぜひ、ねはい、サブチャンの方もよろしくお願いします。すいません。じゃあ、メインの動画をお待ちください。はい、じゃあ、生配信ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。